令和3年、不穏な揺れが頻発しているのは、南海トラフ地震の前兆か。最近、テレビで地震速報をよく見るようになったと感じている人は多いだろう。それは決して気のせいではない。明らかに地震は増えているのだ。令和3年1月1日から5月1日までに日本で発生した震度3以上の地震は92回もあった。昨年の同時期は57回である。東海大学海洋研究所地震予知、火山津波研究部門客員教授の長尾俊康氏が言う。日本列島全体で地震活動が活発化しているのは間違いありません。ここ数年は被害地震は少なかったのですが、今年は地震大国日本が戻ってきたように感じています。もともと日本では世界の地震の約1割が発生する。いつ巨大地震が起こってもおかしくないんです。鹿児島県のトカラ列島近海では4月9日から地震が相次ぎ、これまで震度1以上の揺れが250回以上も観測された。また、5月1日には宮城県沖で震度5強の地震が発生した。この影響で東北新幹線は5時間も運転を見合わせている。災害リスクマネージメントを専門とする立命館大学環太平洋文明研究センター特任教授、高橋学氏が解説する。トカラ列島は1年で3から4回は群発地震が起きる場所ですから、大地震につながることは考えられません。それよりも今、西表島、宮古島、沖縄本島、奄美大島周辺でも地震が起きています。揺れは小さいですが、問題は震源の深さ。40キロメートルほどの深さで、海中のプレートの境界に近い位置です。これは南海トラフ地震につながる可能性があります。宮城県の地震は東日本大震災の余震です。今後も岩盤の両端が割れていくイメージで、北方は岩手県、青森県東岸、北海道、北方領土、南方は茨城県、千葉県、伊豆、小笠原で大きな余震が発生する恐れがあります。特に北海道から北方領土のエリアは M8.5 レベルの巨大地震になる可能性があるのです。トカラ列島や宮城県の他にも全国各地で不穏な揺れが続いている。海洋地震学の専門家である東大名誉教授の笠原淳三氏は、中でも4月13日に和歌山県南部で発生した地震に注目する。もともと和歌山は地震が多く、その震源が非常に浅い。しかし、最近の地震は普段よりも震源が深く、位置も少し南方です。ここはプレートの境界部分で、南海トラフ地震に関係した活動だと考えることができます。また、この4月には静岡県西部の浜名湖近くの海岸付近でも震源の深さが 40km 弱の地震がありました。これもプレート境界付近で、一重陰陽不44年に発生した昭和東南海地震、M7.9 の時に、前兆的に地震活動があった場所になります。確かに今年、南海トラフの周辺エリアである紀伊水道、瀬戸内海の東口、和歌山県、愛知県、静岡県にかけて頻繁に地震が起きている。これらは南海トラフで巨大地震が起こる予兆なのか。南海トラフ周辺のプレートの境界にいがみが溜まっていることがよくわかります。簡単に言うと跳ね上がる前にその周辺がバリバリと割れている状態です。あとはどこが震源となるのかが問題。紀伊水道なら南海地震、静岡、愛知なら東海地震、三重県なら東南海地震となる。これらがタイムラグで次々に起こる、あるいは一斉に起こることもあり得ます。さらに言えば南海トラフ同様にフィリピン海プレートに圧縮されている相模トラフも一緒に動く可能性があり、そうなれば南海トラフ地震と関東大地震が同じタイミングで発生し、M級を超えるような巨大地震となってしまうでしょう。前で、高橋氏。政府の中央防災会議の発表によれば、南海トラフ地震が発生した場合、最悪約32万人の死者が出ると想定している。鹿児島大学の井村隆介准教授、地質学、は、こう警鐘を鳴らす。南海トラフ地震は100から150年の間隔でこれまで起こってきました。昭和南海地震、M8.0、紀伊半島沖、から80年近くが経過していますから、
明日起こってもおかしくない状態だと知っておいてほしい。もちろん、南海トラフ地震だけでなく、活断層が原因となる直下型地震も忘れてはならない。前述の長尾氏が言う。伊豆半島沖で群発地震が発生するなど、今は首都圏直下型を警戒するべきです。歪みが溜まっているのに、最近は神奈川や東京で地震が起きていないことも怖い。嵐の前の静けさのように思えます。巨大地震は確実に迫っている。もし東京五輪の開催期間に発生したら考えるだに恐ろしい。フライデー記事より引用。政府が国土強靭化に大きな予算を入れたのも、南海トラフ地震が起きそうな気配を察知しているのでは。と感じられてなりません。日本全国、地震の危険性はあり、今年は特に地震が増え続けています。日頃から注意を払って防災意識を高めておくことが重要だと言えます。2021年2月福島で、2021年3月宮城を襲う大きな地震が発生しました。幸い大きな津波などが発生しなかったおかげで大きな被害は免れましたが、東北の人々はかなり恐怖だったことでしょう。自然災害は、避難生活がとても大変でそのストレスなどが被災者をより一層苦しめます。その代表的な問題がトイレなどの衛生問題です。バイオ工学博士の高島博士は、微生物と酵素の力で汚染水を完全に分解してしまう永久循環トイレを、発明し運用に成功いたしました。分解されてできた水は、飲用することもでき、当然シャワーなどの入浴にも使えることが実証されています。日本中のどこにでも存在する活断層がいつ大地震を引き起こすのかもわからない日本列島では、被災後のそういった問題に備えておく必要があると思われます。近年、大雨などの大きな災害が毎年のように起こっています。政府や自治体が防災の準備を整えていく中で、被災後の準備も整えていかねばなりません。EMBC 複合発光バイオ工学の第一人者である高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学の研究の中で、この永久循環トイレを完成させました。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が、EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を、共存、共生させることに成功し他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに、生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野で、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然にすべての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、
当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。